サメかな。サメっぽいわ。ゆっくりと浅瀬を泳ぐ真っ白な魚影。先月28日、佐伯市与野津の港で釣り人が撮影した映像です。サメやブリのようにも見える生き物の大きさは推定50センチ超え。海中を進む白い姿は神秘的でもあります。これは新種の魚かなと思って、その真っ白の魚なんかは見たことないんですね。白イルカみたいな真っ白なんですね。これ何かなと思いながら30分以上かずっと眺めてたんですけど。年の瀬に釣り人の前に現れた正体は。それを探るため専門家に映像を見てもらいました。ボラですね。白いボラ、よく見つけましたね。すごい。大分市の水族館ウミタマゴは体の形状などから正体をボラの仲間と判断。目の色が確認できないためアルビノかどうか分かりませんが、白色変種という色素の薄い個体と見ています。珍しい魚の情報が集まるウミタマゴでも白色のボラを確認できたのは2001年以来21年ぶり。生まれる確率が低い白色変種がここまで大きく育つのは珍しいということです。白いと野生の中でも見つかりやすいですよね。小さいうちに捕食されるんやと思うんですね。ただそれが 5,60 センチあったっていうことはかなり運の強い個体なのかなと。カメラが捉えた白い魚影、悠々と泳ぐその姿は過酷な生存競争を生き抜いた証かもしれません。